今回は開運グルメで金運や人気運を上げていこうという企画をやりたいと思います。急だなぁ、意味わからんよ、見てると。はい、なんこの絵面で陽介が4人おるついにだよとうとう、うん、料理、はい、金運とか運気を上げる食材を用意しましたので。え、運気上がるの、はい、これ。そうです。なんで皆さんでその食材を使って開運レシピで、開運レシピ、自分たちで考えて作ってほしいです。まつわるものがあるんですか。これを食ったらこれが上がる、はい、例えばなんですけど、はい、卵は金運アップなんですけど、金運アップ、はいはいはい、卵には生まれるとかお金を生み出すっていう意味があるんですけど、めちゃくちゃいい、はい、で、あとは黄色なんでやっぱり金運につながるっていう感じですね。なるほど、根菜、ここには玉ねぎとかレンコンごぼうとかあるか、はい、あるんですけど、人参とかね、大地の中ですくすく育ってるんで根気強さとか、なんかそれは分かるな、コツコツと粘り強くっていう、粘り強いって、はい、粘り強く頑張るっていうことで、はい、まあ、それで仕事運もアップするみたいな。おお、すごい。この食材もそれをそれなんだ、それ食材じゃないか、俺食材な入れられるのちょっと借金が増えちゃう金運ない、まあ、確かに食って金運上げないといけないから、うん、そういうことだ。ダウンするけど確かに、うん、ごめんそれはじゃあ食わんわ、うん、ごめん。ちなみに皆さんって料理できるんですか。俺は何にもやらんちょっと一番長いじゃないですか、うん、これ今日初っすか。じゃあこの格好でなんか料理する、この格好で料理するのはおそらく初、ほぼ初じゃない、ちゃんとやるのは。オープニング撮るのに適当に肉は焼いたけど普段からやってんの。たまに、うん、じゃあ、でも我々やらない3人くらいしたら、じゃあもう体調するよ、うん、いいよ、分かった。お、シェフだ。卵がこんだけあるし、うん、オムライス、はい、野菜もいっぱいあるから、うん、根菜サラダ。根菜サラダ、あ、バナナもある。ん、バナナもあるの。バナナあるね。こんにゃくもある。いや淡いや、ここはこんにゃくとバナナ淡いけど練乳もある。これはやってんだろ、これ絶対。だってこれ並べたらダメなよ、普通のことでしょ。本当だよ、うん、これチョコバナナ。チョコバナナ以上3つ。ちょっと今引っかかるものがあった。いや僕もそうです。チョコバナナ、チョコバナナでいこう。はい、わかりました。みんな大好き。かしこまりました。その3品、はい、ビッキーズキッチンスタート。人参もいっちゃう。うん、何よこれ。これサラダ。これ一回全部抜く。うん、出していきましょうよ。出してもいいね。あ、でもそっか、もう切っても切っちゃってばいいんじゃない。切っちゃう。砕こう。でもギャルが料理するってめちゃめちゃいいよな。え、そうなの、うん、嘘。いや、いいっすよね。一緒に人参切ろう。はい。これ人参ってど、あ、斜めに薄切り。斜めの薄切り。うん、斜めの薄切りで、で、千切りする。千切りする、うん、ああ、そういうことですね。気をつけて。え、絶対料理してるでしょ。僕もともと前職居酒屋っすね、ま、めっちゃはずい、やばい。ねえ居酒屋に。ビーダーマンさ、めっちゃ料理実はできるんだけど、うん、いや、違う、本当に前職居酒屋っす。うん、めっちゃ私どうやってさ、なんか斜めに切ってとか言って。いや、マジで今日は失敗ないぞ。美味しいのが作れる。美味しいのが作れそう。作ろうぜみんなで。でもビッキーの指示にはちゃんと従うから。え、合ってるこれで。水でゆすい急に質問したいぞ。合ってる。合ってます。本当に基本合ってます。大丈夫、切りゃいいんだから。そうだよね、うん。ねえ、はい、それやんないで。私がやりたかったの先にやんないで。そう、マジでちょっとこれ切れないですけど、うん、大丈夫です。根菜とか切るときって、うん、あの滑るし、うん、危ないんで、はい、気をつけてください。はい、そしたらこういう風にちゃんとこうなるんでちゃんと溶かしますと。さあ、やり方違ってたりしてね、ようちゃんそうじゃないんだよっていうコメントがいっぱい来る可能性もあるけれども、ここまで来たら僕の方です。多分なんかこうゆっくり混ぜた方がいいんだろうね。ようちゃん気づいてたけど、あの 95% やん。 95% あのすごい渋いと思う。渋すぎるやん。これ砂糖とか入れた方がいいんじゃない。ちょっとあの味見を一応しといてください。チョコレート95% なんでね。え、いんげーでしょ。多分甘くない。美味しくない。美味しくないでしょ。それは 95% ほぼカカオだから。どれぐらいいこう。ザラメより砂糖ですよね。砂糖だと思うな。上白糖だと思うな。
これ、あ、切れてないんだ。これ新品？新品ですね。じゃあザラメでよくね。で、これエコエコ、こっちの方がチャックね、まあ、一緒でしょ。まあ、甘さはね、甘さはね、変わらんと思うよ。一応測る。いやいや、これはもう味見、しながらです。そうですよ、そうですよ。だって甘ければ甘いほどうまいですから。ね、チョコバナナのチョコがすっげえ甘くたって別に良くない？そうなんですよ。結局あの冷やしたら甘さ飛ぶんで。そうだよね。この一回これで一回溶かしますか。溶けるかな。あのなんかもしかしたら変新食感になる可能性あるよこれ。全然溶けてる気しねえよ。初手ミスったんじゃないこれ。あれ？ダメですか？あの溶けてる感じしないっていう。なんか口の中びっくりなんじゃないの？これだよ。あのジョリジョリって言った。溶けへん。無理やん、変わらんわ。失敗しました。え、なになに、めっちゃおもろいやん。失敗しました。失敗した。なになに、あ、大丈夫です。失敗しました。ほんと、あ、大丈夫です。美味しいのできてます。ほんと美味しいのできてますから、ちょっとごめんなさい。これが最初から甘いの買ってこなかった方が負けだよ。ガリッてやった時に広がるから、だいぶ中和ができてるから、ね、あ、結局これはこれで食感として面白いと思う。結局だってまだ甘いのコーティングやりますから。そうそうそう、だし、まあ、バナナも甘いじゃん。はい、できました。もしかしていいの。いいかも。はあ、うわ、なんか見た目悪いな。なんかすごいザラザラな、ザラザラなんすよ。え、苦いだけでさ、別に食えるからさ。美味しいですよ、うん。いい、あ、めっちゃいいじゃん。すごくいい。ね、かわいいかわいい。見た目いいよね。まあまあ、なんか最、ね、あれ最初のあの、なんかザラザラ。チョコレートバナナ。お、完成です。ちょ、大はしゃぎ。今、やべえやついなかった。やべえやついた。ドンと、いや、めっちゃいい硬さ、やば、やば、うん、いい感じ。おいすげえ。イエー、根菜と生野菜のサラダ、あずです。あずです。根菜こんもりだね。海苔とかかけないとな。あ、完成です。ピーマンのお手軽おひたしみたいなやつ。いよいよ仕上げですな。これもうビッキー考案の、要は卵はおのおの作ろうぜと。そういうことね。上に乗せるやつ。はいはいはい。で、よくテレビであるじゃない、真ん中スパッて切ったら。そんなんできるわけないよ。できる、素人にはできない。でもビッキーの言う通りやればできる。あ、そうなの。よし、じゃあやろうぜ。そう、これ全投入でいいよね。もう全投入で、火力の問題もあるね。ふーちゃんいいよ。ちょっともう行っちゃおう、うん、はい、スピード勝負だ、ここからは。で、ちょっと混ぜながら、そう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 、多分やるんですよね。最初そっちでいいのか。やって、よし、じゃあ俺もやるよ。頑張れ。チュルーンって。多いな。やっぱ卵4個ってすげえな。もっとくる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 。あ、固まってきた、固まってきた、うん。めちゃいいんじゃない。うん。特にソネめちゃいいよ、うん。いいね。その状態で閉じるんでしょ。そろそろいいかも。あ、来た。あ、俺。もうちょい、ここが水がめちゃいいやん。はいはいはい、すごい、いい感じ、めっちゃいいよ。あ、やばいやばいやばい、こんなもんじゃない、崩れてきた。はいはい、寄ってる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 。ソネめっちゃいいよ。めっちゃうまいじゃん、みんな。ソネめっちゃうまい。ソネの真似しよう。ソネめっちゃいい。手前に寄せる。手前に寄せた。ちょっとやばかったな。まあいいや。はいはいはい、あ、来たかも。これで、え、なんか俺のもなんかそれっぽいぞ、これ。うん、これ返せばいいの。これを、本当は逆さまにしたいけど、無理だから、このまま乗せよう。うん、いける。いや、出た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 。いや、めちゃうまそうやけど。真ん中へ着手できなかった。いや、めちゃうまそうやけど。ちょっと待ってよ。あ、やっぱちょっと柔らかいから。めちゃうまそうや。もうなんか咲いちゃった。でもいい。めっちゃ上手。真ん中に着手できなかった。でもなんか、いやでもいいんじゃない。うん、めっちゃトロトロこれ。あ、すごい。形はあれだけどさ、見た目はめっちゃうまそうよ。うまそう。
もう温まってる十分。結構ね。結構なんかジュージュいってる。熱は大事です。うん。じゃあいきます私。いいよお願いします。待ってミッキーがもう黙々ともう薪の作業に入ってる。すげえ。やばい。遅かったかな。あ、ふわふわや。ね。いいぞ。それはね、でも乗せるときに崩れたんだよな。確かに崩れそう。中華の職人がいるぞ。いえ。ふるふるよ。これは。あ、うまっ。あ、その点。ええ。でもそれ、え、入れた前はや。あ、なるほど。黒すぎる。お。もういっかな。なるほど。お、なんか一番それっぽくはなってるぞ。おお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 あれちょっと固まってるかな。あ、切りすぎた。あ、なんかなんかちょっと。卑猥すぎ。それ言うなよそれ。それ卑猥すぎ。ぶちゃぶちゃだった。じゃあ私も行きます。はい。卵焼き乗ったね。卵焼き乗ったわ。いやでもめっちゃふわふわ、めっちゃふわうめえに決まってんだからよ、あんなのよ。おっぱいぽよよーん、ぽよよーん。待って、飲めなかった今俺初めて。ちょっと待って、ぽよよーん。本当だ、飲みやすい。飲みやすいけど、酔っちゃいますよ。うん、控えめにするよね。早速いただきます。いただきましょう。美味しそうで、美味しそうで、意外といい感じじゃないこれ。半熟加減というか、うん、いきます。はぁ、うまー、うまっ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 。こんなうまくなる。めっちゃうまい。めっちゃうまい。やばそんなことある。いや、これご飯の感じもちょうどいいし、うん、自分が焼いた卵も、うん、これご飯の味付ける絶妙じゃん。本当に。あとあれだよ、サラダもね。うん、食べたい。味付けもさ、マヨネーズとなんだっけ、だしみたいなのやつ。そう、それだけだけ、もうシーズンで。うまそう。うまっ。おいしい。絶対うまいやん。うん。え、これ素人の味付けじゃないよ、うんうん、ね。マヨネーズとあの醤油だけでこんな味になるんですね。いいの、おいしい。うん、今美味しい。チョコバナナもいっちゃいます。チョコバナナね、ちょっと楽しみです。これこれはあのやばい、うまそう。めっちゃビターなチョコレートにザラメを入れることによって、うん、食感の面白さを出した一品なんです。勝手にクランチチョコみたいになった。確かボコボコしてる。そうボコボコしてる。商品名長待って、めっちゃうめえ。うん、これバナナも甘くてうめえな。これよかった、これぐらいで。ね、このドリドリがよくない、うんうん、これ一番前までやります。すげえ美味しいじゃん。しかもちょっとやっぱ大人の味が残るって、うんうん、後引くっていうか、うん、これすげえうまい。苦味が結構強みだけど、うん、これは高まってるんですか今、金運は。え、わかんない、うん、他の方もいろいろ上がってる気がする、うん、結婚できるかな。いや、できるでしょ。ほんと DM 開放するとこいい。彼氏募集中です。チョコバナナの写真送られてるのやめとけ。まあそういうことよね。新しい iPhone でも出るんですか。これ、いや違うんす、じゃない方の収録っす。マジで。これっす。いや、こんなになってるじゃない iPhone って。次大阪っす。頼む。行きます。田中左。ここも行きます。せーの。おっしゃ。おお。さすが。八やん。やっぱ出てるわ。出てるわ。出てんな。よし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 。来たよ。来たよ。十九やん。おお。
ええマジ全然いいよ。えわわわわわわえってか、それが一番ダメとかあるんだこれ割と絶望からは這い上がってる。とりあえずはい、19です。え、なんでこれで一番ダメとかあるんだダメでしょ、すごいない。いや、半分以下には入ってるよ。サブ位置にも入ってるよ。モンキーいけるよ。でもモンキーいける。うん、でじゃあ俺もトミ行こうか。ビッキー、モンキーいける。もう乙女もいける。うん、とりあえず3並びはここで取れるから。こっちもわかんない、うん、とりあえず押さえとき、押さえといて。じゃあ、ピーダマンにね。これいけたわ。きたか。これでもマジ3桁だったら無理だったよ。無理だった、全然無理だった。で、今もうパンパンだもん。すごい、このモンキーのコーナーパンパンだもん。今回もご用意してます。わあ、待ってました。そして今回ギャラリーもいます。はい、一緒に浄化したいっていう子もクリチューファミリーが。クリチューファミリー、はい、一人の方クリチュー出た瞬間にはぁクリチューだった。これを神かなんかの神仏の類かなんかに。そんなことになっちゃってるんだ今これが。大変なことになってますから、ね。はい、界隈ではもう大変なことになってます。というわけで浄化しましょう一緒にああ笑っちゃダメですからね。それでは皆さん目を閉じてください。開けるなよ。目を開けてください。合掌。じゃあ今日も今日とてじゃない方頑張りましょう。乾杯。乾杯。しましょう。満杯です。ちなみになんで僕これここを選んだか分かります？なんで？なんでここ選んだか。はい、勝てないっす。なんで？え、この台。いやー分かるよ。いや、モンキーもそう。え、乙女もそう。分かる。これ絶対に勝てないんですよ。そうなの？4人とも全員爆死でもおかしくない布陣だもんね。いや、そうですね。マジ？ただ開運グッズやったり、うん、あのオムライスのおかげでどんだけバフが上乗せ されてるか、うん、そうね、これをちょっと見ていきたい。とりあえず真ん中2人はもう非常に乙女モンキー、まあ、僕は乙女もねすごい打ち込んでる台ではあるので、はい、曽根優也は僕は乙女今日初打ちなので。初打ち、初打ちなので。じゃあとりあえず1634だけ引いてもらって、はい、ドーン当たりました。ナイス、一周決め早っ。まあほぼ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 、はい、モノクロ2点なんで大丈夫でしょう。モンキーは朝めっちゃやっぱ強いからね、はい、大事よ。で今日ビッキー多分モンキー好きになっちゃうと思うけど、うん、今日以外で打たないで。ま、分かった。でも負けるから初打ちだもん。うん、いいよ。モンキーも初打ちだもん。初打ち、あ、うん、30分ぐらい打ったことあるけど。30分は打ったうちに早いよ。とりあえずさ、ほら初打ちなんだったら知らないことが強い方法とかある。当たったよ。え、当たった、当たった、当たりました。さすがボス、さすがボスが引っ張ってってくれる今回は。惜しいな、もう当たり、はいや、はい、62ゲーム投資がたったの3番。素晴らしい、はい、いきましょう。フラットスラムや、はい、でもうこっからやから。てかこれもまあもうモンキーにとっては意味ないまである。シナリオね、そう難しい、うん、てかシナリオも意味ないってことが大体最近分かりましたんで、どれでもいい。さあ最低色ついていいよ。キュンです。で一発目これ、まあ、白で終わるパターンで 25% で上2つなんで、それを回避してるかどうかでだいぶ変わってくる、うん、この台は。でビッキーも絶対に222ではリセットかかってる場合前兆がスタートするから。よっしゃ、これ色ついた。これが大事なんよ。初手色つける、色つけたら上2つがなくなるから。ビーダバがこれが大事なのよ。東京戦闘機と違って生き生きしてるね。えこれ一番おもろいもん、現行機で。これいつも打ってるよ、ね、強震えてます。オーケー、50でかっ。強チャンスでから50普通です。だ食べたもん、俺食べたもん、ちゃんと卵来たよ。はい、オーケー、乗せプラスバトル、ちょっとじゃバトルももらいました。ちなみにここ3日間私モンキーのしごろ打ち倒して負けてます。しごろでもなかなか、ふざけるな。しかも2回は奇数寄ってんの俺は見逃してないからな。今日のために取ってくれたんでしょ。まあ最低もう2個役、
変わらずチャンスアップあるから、ここら辺はまあまあまあ、まあ、これはねしょうがない、これはしょうがない。あ、え、当たった。うおー、マジこんな当たり方すんの。何では何も前兆とかなかったよね。ひろちゃん急に卵、え、卵ごめんね、なんかいいよ、卵、これ卵オブパワー。え、でもさ、60度だってあんま当たるとこじゃねえんだけどな。あ、でもこっから全長で走ってじゃないですか。いや、もうレインボーになってるから、いや多分確か全長行くんだけど、はい、確定全長行くのかな。そうですよね、だから全長挟んでっていうパターンなんで、ナイスー。まあまあ、まあ、でも乙女はね当てても意味ないから。そうなんよ、そうそうそう、こっからやからね。当てた上で強く嵐を取ってぶっ壊せねえって言ってたからよね。え、あ、いいよ、よいよいよ、それ強調なんで必ずここがゼロになるよ。999引いてで、これ一周期回すことで乙女アタックの抽選チャンスに。ああ、なるほどなるほど。あ、いいよ、赤文字頼む。多分こっちかな、アタックに行く煽りしてるのか。飛ぶでしょ。よし、オッケー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 、乙女アタック取りましたぜ。いろいろ怒るね。よしよしよし、行きますよ。で、これ楽しい。乙女のこのチャンスゾーンって貫通型になってるので、取った乙女全部ボーナスになるんですよ。なるほど。3人目7人目そして、9人目の強乙女を取ったらその時点でエピソードボーナスになって AT もついてくるんですよ。素晴らしい、取りましょう。なのでうまいことやれれる人はこの辺で AT 取ったら、後で取ったやつは全部上乗せ特化装備変わるんで。いやでかいでかいでかい、いかに早めに取れるかどうか。早めに取って早めに刺すからすごい大事です。うん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 、わかりやすい、ようちゃん。まあ大丈夫、まあ、しょうがないんで。まあビギナーズラックみたいなのあるし、僕ペカル TV でも知らない台打つと大体起こすんで、いろいろ素晴らしい展開をテンポよく。まずヨーガ出てきた。はい、ヨーガを避けたいな。編集の人ごめんなさい、ここから中で映画散らかって散らかって。そうね、ここ大事。それ行けよ。ブラサメ全然ある全然ある。カットイン。レフト。トゥーない。カットイン。オブライスは。おお。うまっ。うまっ。また。おお、それそれそれ、まだまだまだ、お前は歯茎見せんな、歯茎見せん。それで信長取るんだって。そう、絶対取れ、お前も絶対取れよ。プレッシャーがすげえだ。 AT 取れてるから、ここでここから先強い乙女を取った時、その特化ゾーンの性能も爆上がりするんで、目指すは信長ね。信長欲しいね。信長いや、もうあと全部捨てろ。宇治馬さん、もういらんいらんいらん、もういらんいらんいらん、全部取って、全部取って。おーい、大丈夫大丈夫、ここじゃない。あるぞあるぞあるぞ。取ってもいい、取ってもいい、取ってもいい。ここで小太郎引っ張ってくる。ここ戦国乙女の因果、俺が解き渡す。ここだ。いやー、ここで強烈はやっぱり62。じゃあ、まあ、大前はしょうがないから。でも、もう、まあ、もう一度、内場さんいるぞ。筋肉武装はやめろ。大前武装。あー、厳しい。いいよ、カンスケじゃあもらおう。カンスケ、もうとりあえずね、とりあえずいただいておけばいいから一個欲しい。いやあ、まあまあ、でも家康を抜いたのは強行ですよ、これは。まあまあ、ナイス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 、5000円で当たりました。5000円、OK、5000円中からしては強い。よし、でこのまんま、エピソードボーナスいって AT もついていきます。ソネナイスで、僕は通常ボーナスが当選。はい、バイド、はい、シャイ、いい音だな。まあ、僕はこれから自分で AT を当てないといけないからね。こんな滑り出しないよ、だからじゃない方、毎回滑り出しいんだよ。この2機種でこの流れはないよ。だいたい1人700いって、そう、ね、絶望の顔してんだから。124ゲーム頭、どれ選んだらいいですか。ピーマン系ない、ピーマン系ピーマン系ピーマン系ないですか。ピーマン系、ピーマン系どれ。緑、緑、緑っぽいやつ。クッキングでしょ。あるよ、なるほど、そりゃクッキングでしょう。そうか、クッキング一択。でも頭、頭、こいつら大根しか選びませんぜ。あ、根菜やん、根菜根菜、根菜、行こう行こう行こう、根菜狙っていこう。よし、じゃあ分かった、ワクワク。ほら、もう大根取った。いや、いいよ、根菜いいよ。さあ、ちょっと厳しいな、俺は。大根パイができそうだ。うまそう、大根パイ。うん、グレイト、とりあえずエクセレント、エクセレント、いや、取ってるよ。グレート、誰、グッド。あ、ここでグッド、なんだ、これ危ねえな。いやいやいや、大事なのはレンジと色。だって大根だもん、レンジ赤、これはあるわ、大根だもん。はい、オッケー、ナイス、マジ何も引かなくてもいっちゃった。わちゅう、
さすがだわ。パイができました。大根パイ。大根パイです。大根パイ。美味しくなさそうな。コンパイ、コンパイね、コンパイ。コンパイ、コンパイ。さあ、2人に仲良く強い話ですよ。よしよしよし。ダメじゃん。行こう。じゃあ行きましょうか。行きましょう。せーの。はい。ってことは、純蔵何枚でしたっけ。純蔵 2.5 枚、はい、ってことは合わせて5枚5枚で、俺も合わせたら 7.5 枚やばい。ベッキー好きにやってろ。分かった。はい、一発目80杯いってきます。これは楽な手が、ね、楽な手応えでいきたい。3番人気押しません。3番人気は押しちゃダメ。そんな野暮なことしちゃダメ。赤はい、際どい。ちょっと道口は防ぎたかったけど、道口まだまださすがに大丈夫。朝から 80% 落とさない。朝から 80% 落ちないですよ。ないないない。ただみんな覚えておいて、 80% って 80% しかないから。でも平均4連ぐらい。ガチで 80% しかないからね。 80% はね、うん、足元すくわれたこと何回もありますよ俺だって。やばいぞ赤。いや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 80っすよ。ここちょっと長押しさせてもらいます。ダロボリュー外れますかって話ひーひー。あ、え、よし、あいい女いい女。オーケー。さすがにね、ごめんなさいね。お前どうスペアな、どうスペアな。これでちょっと待ってください。あの道口スペシャルか、うん、愛知衣装確定しました。え、朝一一発目から愛知だったら、愛知だったらオール 80% で、ケツ手前が 50% っていうシナリオ。いいシナリオで、道口スペシャルでも結局赤赤緑緑黄色っていうシナリオだから、チャンスっちゃチャンス。まあ、ここから先はレイアップ引いて上乗せして、でゲーム数到達させてボーナス引いてっていう流れになります。でボーナスがこの台はすごい大事で、そこが大きな突破ゾーンになっているので、さあまずはね、この十何パーで引っかかる特殊天国、そこが射止められていると必ず天国中にボーナスがもらえるんで、50ゲーム以内ね。そう、50ゲーム以内に必ずボーナス操作する。そこも大事だもんね。それ引ける石は強い。二人して駆け抜けですね、乙女組。綺麗に仲良くだな。でも大貝バトルで勝てばいいだけ。そう、勝てばいい。レア役で書き換えもやってるし、次のボーナスまで25ゲームだっけな、35ゲームだっけなとかだったら、強制的に勝ちになる。一緒にやろうよ。一緒にやる、うん、せーの。二人して五鉱山って倒れるだけだと思うけど大丈夫よ。日本関数です。どっちか通そう。どっちか通したいね。びっくりマーク出るたびに、まあまあまあ、大愛なんだわ。そりゃそうなんだ。あ、そっちワンチャン残ったぞ。まだ残ってる。あ、でもさ、確かにそう、こっち強攻撃でそっち弱なんで、あれ本当はってるけど、あ2人だらで、まあまあリターンの復活もあるから、せーの、レア役。いや引けないね。なんとかなりません。残念。はい、駆け抜け、引き戻そう。そう、引き戻し 10%、うん、10% もあれば十分。 10%、はい、まあ、80%、ここは大丈夫。さっきと同じ配列、女カットイン全く一緒だね、うん、ちょ、さすがにえぐいって、消えない。はい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 、嘘だろう。え、マジで落ちた。まあどうする、大どうする、ゴールデンタイム焼いてた。こっからがモンキー地獄みたいにお金使うんで、そうなんだよな。そうなんだよ、わかる。あの戦後ごとくとここからが地獄みたいにお金使うんで怖いな。あ、おこれは乙女アタック取ってそうかも。高設定の方がアタック入るから取った方がいいんだよ。そうだよね、あの終わってからやってる、煽ってるからこれ取れてるわ。えい、ちょっと プロ見せて、プロ、え、すごい、プロ、乙女アタックプロ、うん。ここよ。あ、大貝が、お、わかった。あ、しゃ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 、ここは絶対出せないよ。7割ぐらいある。7割ぐらいある。よーちゃん出しちゃう。え、ステーキ丼、え、ステーキ丼、なんて言っちゃうんすか。なんて言っちゃうんすか。ポケ殺しみたいなことやってるやん。なんて言っちゃうんすか、もうポケ殺し。あの有名なステーキ丼出るのか。ステーキだ、力バカにしとるやっけ。出るのか、出るのか、あのステーキ丼が。お前出ちゃうのか。素敵な結果を引き寄せる。ステーキ丼、おおおおおカッパインはね、まあ普通というか、頼むバッカ。そういうこと言うからもう。あ、打ち合わせでも
ある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 よ、これ、あるあるある、引いてない方が熱いから、ね、ガチある、引いてなければ、引いてないやん、え、ステーキだー、ステーキ、ステーキ、ステーキ、よっしゃー、消化に時間がかかるってこと、そう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 、脂っこいし、脂っこいし、ね、うん、なんか村雨すごいね、村雨意外と抜けるんよ、え、村雨で抜くってこと、村雨で抜くじゃない、そんなことは一つも言ってない、反応するな、抜くにいろんな意味があって抜くだったのよ、あ、そうそうそう、そのなんかビッキーが思ってる抜くじゃない、あ、村雨で抜くに、そうそう、ごめんね、ごめんね、ごめん、平和だから、いや、まあ、まあ、そうね、そう、陽ちゃんがあれ今のは、うん、下ネタ言うんだから、ちょ、陽ちゃんが良くない今のは、いやいや、じゃあ何歳、何歳、何歳、王外で抜けたって言うんですかって話します、いやいや、本当に王外で抜けんのね、あなたは、いや、行けます僕は、え、本当に楽勝っす、あの、じゃあ俺も楽勝だよ、ブラブラしてんのみんな、いや下ネタばっか言って、よくないよくない、前作だって乙女抜きってあったからな、本当に、ありましたね、たパネルの、パネルの乙女抜き、その名も乙女抜きっていう、さあ、2回目の AT 戻ってきましたよ、引き戻して、ありがてえ、ようちゃんちゃん、いいよ、マジあるぞ、今日いいですね、ソーリーエピソード、ねえ、みんなごめんね、追加投資が全然映画な、まだまだ全然早かった、なんならモッキーと乙女打って1枚以内に3人当たってるんでしょ、なんかこの番組朝調子いいよね、でももう先の話するようで申し訳ないけどさ、うん、今日はさ、頭がさ、ビーダマンなわけじゃん、うん、いよいよビッキーがやってないわけじゃん、まだ頭を、そう、だから本当は一番出した人がっていうルールだったけどそうこの流れでいくと、とりあえず一回ビッキーの頭、そうそうそう、あ、確かにね、ビッキーの頭一回見てみたいって思う、てか視聴者もね、私さ、みんなでじいさま打ちたい、じいさまやばいぞ、ジーさまのことを言ってる、ジーさま、マジ好きなんだ、うん、私さ、ジーさまも好きだし、ジーも好きだからさちょっと待って、ちょっと待って、何ジーパワー、あ、ガットの音が好きなんだって、なるほどね、なんだガットさんともいろいろあったのに、バリビビる、残念ながら 2AT 目も駆け抜けそうです、むずいんだよ、このだね、むずいのよね、かっこいいね、妨害は抜けねえな、やっぱいいいい、やれるやれる、強いで、頑張れ、勘助、勘助、いや、なんで、ようちゃん、なんで妨害は抜けないの、妨害が抜けない理由、うん、なんで抜けないの、じゃあ、むしろなんで抜けると思ったの、じゃあ、ようちゃんタイプ、好きなタイプは、僕シンプルにあれだね、父大きい人好きやって、あ、そうなの、あれ、ミュージックなんだ、あれれ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 、何か、いや、俺はそう、あの、そうなんだ、ビッグかスモールかで言ったらあった方がいいと思うんだよ、やっぱそう、そうなんですよね、まあ、ハッピーセットみたいなもんだな、ちょっとスケベカメラマンってねえ、このろスケベよくないよ、それ、強いよ、あ、なんかすごい、それかから煽ってますけど、強い、でも乙女のいいところは引き戻しに設定差がないから、うん、そう、設定差ないんよ、で、低設定もそこやれれば、ちょっと導入強かったけど、そこからでもあれだろ、多分、あ、ダメか、多分、海行くんじゃねえの、あ、そうだ、あ、そう、にも重いもんね、結構ね、重い、2000、あ、それ、戻してる、絶対ある、なーよ、おい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 、ダブル、え、なに、これ、2人とも戻してない、え、なんか引いてない、あ、引いてないんだ、いやいやいや、これ強えぞ、すげえ強えぞ、天国じゃない、天国か引き戻しかどっちか、天国だとしたら惜しいよね、やっぱね、うん、ただこんな天国ループする乙女あんまいないからあんまいないんだあんまいないんだ、そんな人はいないんだ、設定的にも期待しちゃうけど、これ乙女はそうだもんね、出るっしょ、それよし、あ、じゃあ開いたら人類滅亡、何、開いたら AT ついてるんですよ、人類滅亡って言ったよ、ちょっと待って待って待って、人類滅亡って言った今、人類滅亡って言った、怖怖すぎ、などういう思考で人類滅亡が出てきたん、あの、いけないスイッチじゃん、これいけないスイッチだ、あ、俺も人類滅亡え、こんな2人で10分引かんよ、いや、すごいね、ありがとうございます、昔さ、ハザードランプさ、親に爆発するから押しちゃダメだって言われてなかった、言われてた、あれと一緒でしょ、これこんなにいい乙女ないんだから、うん、マジで絶好調や、めっちゃ面白そう、あ、あとはボーナスやん、これでもさ、
あ、開いたからエピソードボーナスの可能性があります。あ、そういうこと。だから天国とダブル取りしてるとしかも宇治場さへん。今日も曽根か。今日も曽根やな。今日も曽根だ。333枚。え、え、え、ちょっと。え、さ、言ったやん。いや、ちょ、あんたら盛り上がってて聞いてなかったやろ。ここ、列とかでやんのよって。ジョージョ。え、じゃあワンチャンある？そう。マジであるんすよ。で、ここ、やっぱ200人並ぶぐらいだから、バカ強いわけよ。これあるぞ、マジで。だってさ、しかも3は使わんやろ。って思うんよね。マジで強いね。おっとっとっと、おめでとう、タスダン。え、ボーナス。おー、すごい。これだから、やっぱり来たぞ、それが。10ナンバーでリン修正して次に勝ったってこと。よかったー、もう1。この台はもうあのボーナス待機してるのが一番面白いから。さあ、現在400枚で、これでもう500枚になろうとしてるのかな。いいね、いいね、乙女らしくなってきた。今からだね、演出挟んでから。わー、かわいい、ハルルナちゃん。プレミアだ。チェックメイツ。さあ、ボーナス確定で、ここからね。でここで発見しなきゃ関係。最後進行かす。何ですか？何ですか？いいか。何ですか？いいか。僕は多分知らない方が引けるんで。何ですか？じゃあどうする、説明を一応しておこうか。そうですね。はい、タイミングよく白棚で出陣って言った瞬間の乙女が報酬になります。あ、なるほどですね。で、これ最後の進行覚醒フリーズした時と同じです。やば。ただめっちゃ強いのが選ばれてる。いやマジそんな、マジ持ってきたぞ。ここだぞ。ここだぞ。ここで7を狙えって言われたらあなたの勝ち、うん、はい、で、まあ、耐えろ耐えろ、青の方が弱い、緑の方がちょっといいぐらいなんで、いや耐えろ、俺ですよね、うん、絶対それ、ゆうや、ゆうや、進歩覚醒してちょっと待って出花くじかれるな、それビキ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 の覚醒頼む、俺の残馬券見せる、うん、一応聞く、確率聞きたい、いや、引かないでください、うん、多分引かない方が引けると思うんで、え、やば、いきます、だからとりあえず4スルーして5発目で引いてください。わかりました、もういい、バイオ RE みたいな感じです。いらない、いらない、ここはいらない。えふにゃふにゃやお前は。ふにゃでしたね。ふにゃふにゃやんけ。赤ひげ薬局行けない。いやこれは悔しいな。で、吉本はリプレイで上乗せ確定なんで、リプレイ引けば乗ります。すいません、まあでもいっぱい引くんで、またいいこと、ボーナスけどいいことだね、はい、引けるだいぶいいないです。7揃いが 3.5 分の1で立っちゃうんで、あ、これレア役だと思う。あ、リプレイとスタート、カバー、いいよカバー、おい、ちょっとこいつおかしいぞ、リプレイなのにカードしてきてるぞ。え、ってことはレア役じゃないとダランってことだぞ、これ50以上、5 5 90。あれ、なに、なに、何やってんの。100です。その100、ま、マジ10も覚醒した。言っとくよ、基本この子リプレイで5だの。とんでもない持ってきてくる、とんでもない持って、今日も袖、ファイは、うわ、1回しかリップ引いてないで、その1回のリップで、あ、いいで、これで10とか5だよでしょ、うん、これがデフォルトなんです。初めて見た俺リプレイであんな乗ってんの。相当薄いんですよね。よし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 、はい、115ゲーム。まあまあこんな感じよ。まあこれすんごい枠、最高な幕開け、ありがとうございます。あ、懲罰だ、懲罰、懲罰、今赤タイトルはもう懲罰 OISG、うん、だから懲罰にはいる、さあ行こう、はい、懲罰やぞ、でボーナス、ここ取りたいね、あーすごい、ペラでほぼ10、さあ超抜きチャレンジ、超抜きチャレンジ、頑張って、うん、レア区でハイチャンス、わかった、超抜きチャンス、超抜きチャンス、はい、10%、はい、出る 10% なのか、これ、あ、これ、はい、向かい、はい、20%、はい、向かい、斜めバイトが熱いんや、30%、はい、40%、え、連チャンで引いたらよかったのか、いやいや、関係ないです、ごめんなさい、あ、関係ないんだ、すいません、嘘つきました。俺もそうなのかと思って、はい、いや、嘘つきました、ごめんなさい、赤玉欲しいね、はい、赤玉かレイン玉欲しいね、いける、10%、ちなみに1回先にプッシュをしてもいい、こっちを、こっちでも反応する、こっちでもある、だから2度押し、
なるほどね。レア役共通共通か。いけ、え、もうこれダメ。うわ、一応今ので復活して、うん、グランドスラムチャレンジっていうの特別なやつに行く可能性もあるけど、うん、いや惜しいね。マジちょっと今日やばいかもしれない。まあでももうあと60ゲームぐらいで当たるから。あ、433一気にもうすぐ見せてるんでしょ。うん、もう466なんで当たります。でしかも多分ね今懲罰いると思うんで、潜ってるんで。懲罰何がいいっていう、コインももらえるからね。さっきのやつ、そう、ベルが取れるから、ペラが。オッケー、うわっ、いただいた。おい、もう一回取る、2段階。あ、色が普通に当たるとか大事。普通に当たりました。え、こんな天国で当たる、これマジで積もってる。最初、やば、最初。あの本当の高設定って確信してる乙女の挙動見たことないってこと。確かに。で、コシアンさんがでもツイッター X でめちゃめちゃ嘆いてましたよ。バチッとな、バチクソ負けるって。コシさんもめっちゃやられてるもんね。うん、おめでとう。さあ、またボーダスだからあれやれるから。やったぜ。簡単よ、今日、今回はだから普通に家康ってことですね。 3.5 分の1を外し続けるだけです。よし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 。チカちゃん、もっと追加。はい、よいしょよいしょ。さっきこれがやれてるから。よいしょよいしょ。近づいてきたな。秀吉はね、レアが来ないといけないからちょっと大変なんです。よけた、あー、食べかー、あと1個あったんだー。とりあえず、秀吉はレアが来ないといけば絶対20ゲーム以上だって。素晴らしい。おい、いただいたでしょ、これは。はい、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 着地。うっしゃい、うまいよ。強川、よく聞けますな。川はね、今5、5、10だったけど、必ず 1個目よりも、1個目とそれ以上かが出るようになってるから、10だってきたら10、10、30とかさ。なるほどな、一撃目が実はすごいだ。おお、また入れてる。強い、強い。おいおい、秀吉でも何とこ、何の外にさ、え、何の染め、何の染め、何の染めじゃなくて、何の染め、何の染め、何の染め、20、何の染め、何の染め、何の染めなんで、それは何楽しそうな戦国言葉やってんの。俺がいつも吐きそうになりながら戦国言葉やってんの。チームダサい、忘れないで、イチャイチャすな。そっちもイチャイチャしとくやんけ。ジジイとかじゃねえ、ジジイ2人がイチャイチャすな。とりあえず70ゲームは成功しました。こっちから見てたら初めてモンキーダウン連れてうちに来たカップルにしか見えてない。そうだよ、栃木、栃木らへんのね。栃木だ、シャバい女連れて。お、これたどり着いちゃったんじゃないですか。取りたいね。じゃあもらっていい、もらっていい。ああ、ダメ。はい、引いた。ナイス、めっちゃナイス。うまい、やばー。さっきのいっちゃえ。はい、オッケー、ナイス。おい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 、白耐えた。ナイス、耐えた。モンキーが盛り上がってくれてるから嬉しいよ。おー、そうそうそう、赤かった。何だった、何